ちゃんだ。応援団。応援団だ。しーちゃん近いとこしてるね。ラッシャイコール。コール。ラッシャイコール。私疲れた顔してる気がする。すごい疲れた顔してる。もう最後だよね。やばいです。これ友達が切ったの。ほぼ予定通り。ほぼ予定通りか。今10時10分でしょ。今10時10分。今10分でしょ。10時10分でしょ。今10時6分だから6分に終わるんだろ。終了予定時間、うん、でも5分遅れてるだけじゃん。5分ぐらいしょうがなくない。感想、パパのママの方がうまかった。そんな感想じゃない。運動会の感想。今日暑かったです。今日何度だったんだろうね。32度以上。地面めっちゃ暑かった。障害物走が全部カットになって1時間早く終わりになり、さらに午前中30分休憩が途中入ったもんね。入った。初めてだよね。スポーツドリンクは OK。 さらにこう保冷剤、首にかける保冷剤とかの持ち込みも自由という、なんか異例の運動会だったね。初めてじゃない。ここまでなんか自由。スポーツドリンク OK の初めて。あとなんか自由に持ち込んでいいとかさ、うん、教室で30分休憩とかさ、うん、初めてだったね。誰も倒れなかったね、うん、あとソーラン節も本当は裸足でやるのにさ、靴履いてやることに急遽なったのね。よかったね。やけどしてさ、熱中症になるの嫌じゃん、うん、足の裏全体やけどしてさ、うん、でもね、学校側がそうやってやってくれたおかげで誰一人の熱中症にかかることなく終わったんでしょ、うん。じゃあもう私疲れてやめるんで、そろそろ寝ます。不思議なんなっちゃった。すごい。何じゃないよ。でもリミは今日もうちょっと寝ちゃったね。おやすみなさーん。グミ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 ビア。サンジーなおやつが甘い。